したって歌うのはワンフレーズのみ。その一言だけでいかにグッとくる歌い方ができるかが勝負の鍵。少しも寒くないわうまいなうまいなワンフレーズという刹那に全てをかける歌うま声優対抗アニソンワンフレーズグランプリ。豪華人気声優4名が参戦。数々の人気作品で活躍する実力派声優の歌声は必見。果たして歌うま声優の頂点に立つのは。さあ、それでは早速1回戦に参りましょう、はい、1曲目はサビケツのワンフレーズで対戦していただきます。まず歌っていただくのはアニメ新世紀エヴァンゲリオンの残酷な天使のテーゼです。うわ、名曲。2人目は淵上舞、カリスマ水木奈々に憧れ声優となり社会現象となったアニメガールズ&パンツァーの主演を務めた超人気声優の歌声とは。この空を抱いて輝く少年よ神話になれなるほど。二人目は日向みなみ、デビューわずか1年であの話題の作品王様ランキングでぼっち役を務めた実力派声優。その中性的な歌声に乞うご期待。この空を抱いて輝く少年よ神話になれ。3人目は田中千恵美、ご存知歌うアイドルアニメラブライブシリーズでその歌唱力は立証済み。さらには声優ユニットナチェリとしても曲を出す盤石の挑戦者少年よ神話。4人目は新藤天音、バンドリ倉田真白役でおなじみの人気声優。幼少期からアニオタという人生をアニメに捧げた彼女のアニソン力とは。少年よ神話になれ。おー、あ、まだ。続いて2曲目はアナと雪の女王のレッドイットゴーです。しも寒くないわ。うまいなうまいのか。少しも寒くないわ。入ってた。変にね、前にバーンじゃなくて入れ込んで。少しも寒くないわ。なるほど、いい。なるほど、あれ個性出るな。あれいや、どうなるか、あるのかないのか、どうするのか少しも寒くないわ。あるんかい。やるな。あるんだ。素晴らしい。絶対に負けられない戦いが毎日ある。平日最後のショーレース、毎日ショーレース、プロデュースドバイ英雄。これ一番大変なのはあなたの可能性あるよね。本当だね。ここじゃ合わせなきゃいけないしね。表情が長いし、ただやっぱ皆さん、あの最後の締めシンバルの緊張感そう、ね、間違えられないっていう一撃の、ね、一撃の栗原さん、普段どんなグループに所属してるんですか。はい、私は虹のコンキスタドールというグループに所属しています。コン、虹のコンキスタドールです。みんな知ってる程度やられても最初のお二人は別のところも歌っちゃってました。そう、歌っちゃいました。あ、そうですね、歌っちゃってましたけれどもあれは流れの方がいいかなと思って。あ、流れ、あ、あえての、少年よ神話になれだけでしたけれども、ちょっと過剰にアピールしちゃいました。わかりますよ。あの、ワンフレーズだけってめっちゃむずいです。やっぱ歌いたい。
ないですか。ここのみっていうのが今回肝だから、ね、めっちゃ難しかったです。ただまあルールなんでお二人はババチビルほどの減点でございます。出ますね。あの、うん、前に出す人と語尾でクッてこう入る人と自分の中でこう飲み込むタイプと、日向さんとか飲み込むタイプの子、うんうん、あ、そうですね、飲み込みがちな気がしますね。よかった、みんな個性あるなと思った。すごい、ありがとうございます。審査方法はアニソン大好きな私がもっと聞きたいと思えたかどうかで評価します。10点満点で採点して3回戦の合計得点が最も高かった人が優勝となります。なるほど。さあそれでは栗原さん、はい、1回戦の得点の発表お願いします。好みだなこれは。いきます。じゃん。あまりちゃんよ、やった、ありがとうございます。進藤さんが8点、はい、マネちゃん8点、はい、減点されてる。あ、そういうことか。ちょっとね、すいません、減点しました。木上さんとやっぱ、はい、日向さん、いやでも5点いただけただけで ね、 そうですね、ありがとうございます。そういうことか。ちょっと進藤さんのエヴァンゲリオンの、はい、あのセリフがすごくなーれーのれーのところがクッて持って帰って、嬉しい。ああちょっと神話になれだけちょっといい。じゃあいきます。すいません簡単で、はい、少年よ神話になれ。あーれれれ、練習すんな練習すんな。次に向けて。さあそれでは、うん、進藤さんワンフレーズで喜びのコメントお願いします。やったぜ。そうですよね、そうなりますよね。喜びなんて大体ワンフレーズですから、ね、そもそもが。続いて2回戦に参りましょう。2回戦はサビ頭のワンフレーズで対戦していただきます。歌っていただく1曲目、アニメワンピースのウィンアーです。いいね。ありたけの夢をかき集め。なるほど、いやーかき集めましたね。うまいよ、かき集めたよ。ありたけの夢をかき集め。おー、やりたけのみたいなね。頭だね、頭むずいんだ、入り方が。ありたけの夢をかき集め。おー、いいいい。すごい天音さん。かき集め。やばい、悩んじゃう。すげー。続いて2曲目はアニメ鬼滅の刃のグレンゲです。どうしたって。おいいよ、なるほど、いい、めっちゃよかった。どうなんだこれ、皆さん来たよ。どうしたって。おーい、なるほど、こっちのどうしたってだ。来た、来いな、これどうしたって。おーい、あれ、おう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 、分からんぞこれ。どうしたって。いや、これわからん。すごい。はいはいはい。どうしよう。うわ、素晴らしい。僕はすごくフラストレーションが溜まってきてるんですけど。ちょっと気持ちが悪い感じはしますよね。そうそうそう、これ2回戦は特に短いじゃないですか。はい、そうですね。だからなんだろう、今日対戦っていう気持ちもあるんですけど、うん、ちょっとみんなで一緒に頑張ろうなみたいな仲間意識がすごい生まれます、ね、ステージに立つと。なんかそうだね、グルーヴ感あったもんな、なんか。あとは結構ね、男性アーティストの楽曲とかだと、ね、またどういう風なニュアンスで歌ったらいいのかなとか、うん、一言ですし、そういうのもすごく悩みますね。ワンフレーズをつぶだてることによって、ありったけのありったけってあんなに早いんだなっていう。そうだね、難
難しいですね。あれだけむずいね。あれむずいですよ。噛んだらどうしようみたいな。噛んだら終わっちゃいますもんね。めっちゃわかる。得点の発表お願いします。2回戦の得点はこちらです。じゃん。あら、あれおもろくするやん。はい、日向さん高かったのは日向さん。お、来た日向さん。ありがとうございます。高得点です。嬉しい。ワンピースのいいやん、うん、確かに、うん、なんかルフィ感すらあったような、ね、すごいありました、ね。海賊王になれますか。なんか見えちゃっても。確かに確かに、ショートカットだからかっていうのもありますけども。1位だった日向さん、ワンフレーズで喜びのコメントお願いします。はい。歌うま王に俺はなる。出た。ありがとうございます。ここやりたくねえから1位になりたくねえみたいなとこもあります。そんなこと。ちょっとワンフレーズだと短いということで急遽ちょっと長くしました。じゃあもう1曲でいい。3回戦は勝負サビのワンフレーズです、はい、声優人生に影響を与えたアニメのワンフレーズで勝負していただきます、なるほど。まずは淵上さんの勝負サビワンフレーズ、アニメクロスアンジュで禁断のレジスタンスです。私自身が声優になる、なりたいと思ったきっかけが水樹奈々さんに憧れてっていうところだったんですけど、その水樹奈々さんと一緒に共演した作品の主題歌なんです。なるほど、思い出あるわけだ。この儚くも美しい絶望の世界で砕けした希望は行き場を求めて。すごい。続いて日向みなみさんの勝負サビワンフレーズ、アニメ大きく振りかぶってでドラマチックです。ちょっと大振りにはちょっと自分の人生支えてもらってますわ。なんかもう大好きすぎて、うん、でこのドラマチックという曲はですね、最後に熱くなれるだけ熱くなればいいっていう歌詞があるんですけど、それを自分の声優人生と重ねて、いけるとこまで行こうと頑張ってみようという、純粋にファンでいらっしゃる。そうです、ね、ドラマチックチックと狙ってその日だい止めたいと思わない。いやー、もっと聞きてー。続いて田中千恵美さんの勝負サビワンフレーズ、アニメ鈴宮春日の憂鬱でゴッドノーズです。これはもうまさに私のオタクの扉を開いたきっかけの作品というか、でしかもこの作品をきっかけに声優さんってお客さんの前で歌ったり踊ったりするんやみたいな、これでなんか結構私は驚愕だったというか、これがなければここに立ってなかったかもしれない。そうかもしれないんですよ。だから私の中で原点といいますか、はい、私ついていくよ、どんな辛い世界の闇の中でさえきっとあなたは輝いて。うわー、決めてきたな。ラスト、新藤あまねさんの勝負サビワンフレーズ、アニメラブライブで青空ジャンピングハートです。私にとってラブライブっていう作品シリーズがもう人生で、声優になりたいと思ったきっかけもでもって、この今の事務所に入る時もラブライブの楽曲をオーディションでずっと歌ってて、勝負曲って言ったらやっぱラブライブの曲かなと思って連れてきました。連れてきた。はい。始めた My Story、思い出があるからね、うん、気持ち込めてワンフレーズな気がします。声優さんの歌ってまた単純に歌が上手い人と違うね、乗っかりが、うんうん、そう、これ得点が難しいと思いますけれども、悩んでます。悩んでるよね。先にちょっと基準点伺っ
といてもいいですか。基準点、次聞きたい、もっと一曲聞きたいなって思ったのに。確かにそれは大事かも、はい、もそれ言っちゃうと一番低い点数の人もう聞かれて、得点つけられなくなっちゃう。やめてください。栗原さんお願いします。3回戦の得点はこちらです。じゃん。なるほど、田中さんが9点。ありがとうございます。ちょっともっと歌ってってすごい思っちゃって。分かったな。やっぱ自分が好きな曲で一番っていうのは嬉しいですね。ということで3回戦の合計得点が最も高かったのは、はい、田中さん、そして新藤さんの23点ということになります。同点だ、同点だ、はい、これはどうします。片パンにします。片パンじゃ決めないです。また勝負ですか。もう一回田中さんと新藤さんで同点決勝ということで、はい、もう一度やっていただきましょう。ワンフレーズ PK 戦みたいなことですよ ね、 すね。やばい、今までに一番緊張します。もうなんか心臓がうーっと出てきそうです。それでは参りましょうか、はい、同点決勝、田中さんと新藤さんでレッドイットゴーです。お願いします。入ってる。入ったよ。少しも寒くないわ。いいよ。さっきと違う。違うな。田中さんやってみてちょっと変えましたね。ラスサビ意識みたいな。はあ、なるほど。扉バーンって閉める感じの。ああ、はい、そっちか。ダーンにつながる。ダーンの方に扉が見えてたら私はあの私の中では扉が見えてたんですよ。なるほど。さあ新藤さんいかがでしたか。素敵なドアを閉めた後にどうドアを開け閉めすればいいか。また失礼します。ちょっとまた失礼しますしなきゃいけないんで、はいはい、ちょっとちょけたでしょ。あれは一度作られた世界観を一旦ここで破壊してもう一度再び構築するスクラップ&ビルドを。なるほど。この舞台上で短い時間でこの世界観を作り上げたんじゃないでしょうか。ちょっと自分のね世界を作らないとなと思って。なるほど。お、乗ってきましたね。発表の方お願いします。私が選んだのは新藤あまねさんです。ということで今週の毎日チャンピオンは新藤あまねさん、おめでとうございます。そのさっきのその戦術みたいなのを聞いて、はい、もう家庭が、あ、さらちにスクラップアンドビルドが、はい、それ俺が勝手に言ったやつだよ。優勝でございます。いかがでしたか新藤さん。いやもう本当に今日一日中緊張してたんですけど、なんか無事優勝できてよかったです。マネージャーさんやったよ。ありがとうございます。すいませんね、みんなね。さあそして惜しくも優勝逃してしまいました。田中さんいかがでしたか。いやでもすごく楽しかったですし、まあ、まあまあ自分の中では気持ちよく歌えたので、満足です、はい、あよかった。これは、はい。さあそれでは優勝した新藤さん、栗原さんのもっと聞きたいというリクエストに応えて一曲歌っていただけませんでしょうか。はい、あら頑張ります。ようやく一曲ですよ。曲はどうしましょうか。曲はちょっとみんなと盛り上がりたいんで、はい、ちょっとカラオケ行ってアニソンで盛り上がるって考えたら、はいはい、ちょっとお邪魔女カーニバルじゃないかなと思って、っ最後ね、みんなでちょっとワイワイできたらなと思って。じゃあ歌っていただきましょうか。すいません、私がおこがましいんですけど、サビのワンフレーズもらってもいいですか。ぜひワンフレーズトンビが飛んでくるわけですね。いいですか、じゃあ。いやもうぜひよろしくお願いします。嬉しい。
ドッキリどんどん不思議な力が湧いたらどうしよう。どうする？びっくりびっくりビンビン、なんだかとっても素敵ね、いいでしょ。いいよね。きっと毎日が日曜日、学校の中に遊園地、嫌な宿題は全部ゴミ箱に捨てちゃえ。教科書見ても書いてないけど、子猫に聞いてもそっぽ向くけど、でもね、もしかして本当にできちゃうかもしれないよ。大きな声でピリカピリなら、はしゃいで騒いで歌っちゃえ。僕正直初めて聞いたんですけど、この曲、めちゃくちゃいい歌ですね。そうなんです。俺らで言う情熱のバラみたいなやつだよね。あ、そうですね。カラオケ後半とか絶対入れるもんね。そうです、もう開幕でも後半でも中間でもどこでも盛り上がれる曲になってるんで。いや、素晴らしい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。毎日ショーレースネクストウィーク、絶対に負けられない戦いが毎日ある。平日最後の賞レース、毎日賞レース、プロデュースのバイ au。